じゃ今日はね、キャンペーンでもらえる、もらえるやつ、仮面ライダーセイバー、これね、使っていくよ。このセイバーの方、あれなんか、ちょっと待ってよ、なんでだ？あー、カード間違えとる。カード間違えたで。あー、ガンダムやろうと思って、後で。カード間違えたわ。これと間違えた。俺にスポンサーがつかん理由っていうのはそういうところでもう家庭的なやり取りしかしないからね、そういう、どうでもいいですよ、ね、ちょっと待って、カード準備するからまあ今日はとりあえずもらえるキャンペーンのやつ2枚使うよ。この01の、あ、じゃあ02とセイバーのやつか、あ、やつかじゃない、やつと、あとこのセイバーとブレイズのやつね。こっちのブレイズの方を使っていくよ。うん、ね、これブレイズの S を消すとブレイドになるっていうことなんで、相方はブレイドね。まあ、今度ブレイズと、ブレイドとあとブレイブのね、チームやっていこうかなと思うんやけど、だからまあ、まあ、全国対戦やっていくんだけど、まあ、優先的にセイバーの方をバーストさせようかなと思っとる。うん、イベント開催中、みんなも参加してくれよな。でもあれ、次、次10月からかな、次のセイバーのリーダーは。さあ、じゃあまずは、おそらくこっちを先にスキャンしてセイバー選んどくと、あと勝手に認識してくれるだろうから、ブレイズの方を、勝ち方がもうガンバライダーやけすげえおっさんくせえなんか。なんでなんでなんで、ちょっと待って待って、なんで置き直してもダメ、ちょっと待って、置き直してもダメ、ダメか、先にこっちをスキャンしてブレイズを選んどいて、ほんでセイバーか。ああ、こういうことか。勝手にセイバーになったし、02とかなかったし。はい、拳とつま先だけ参戦したレンゲルね。いや、いいね、やっぱりこの歌、もう平成ライダーの中で一番好きやね。じゃあ、もうアイテムはおなじみのもうシャイニングアサルトやね。もうバーストゲージ上がり上がり。とりあえずもうさっさとバーストさせて、セイバーがどんな技を使うんかっていうのをちょっと見ときたいから。もうおなじみいいんです、ショットライダー。もうこればっかり使ったらね、もうテクニカルゲージを補えるっていうのがね、最近っていうか、まあ昔からやけど、テクゲさえ相手に勝っとったら、ね、身代わりバーストでギリギリできたりとか、カウンター発動したりとかね、できるからと思って、いつもテクゲ重視なんで、まあ、まあ能力、ちょっとカードの能力一応見とこうか。こんな感じ、まあ一時停止して読んでね。まあこんな感じ。なんか1ラウンドごと AP 重って大きいよ、結構。ほんで裏がね、結構いける。次のラウンドまで AP20 やからね、1ラウンドごと。で、こっちは1番目出しで AP10 と大きい。で、まあ250以上あったら、まあテクゲと AP5 上がりますよみたいなね。まあ、あんまりこっちはバーストはそんなに魅力ではないな。で、まあブレイドが240以上で、AP とテクニアップやから、
まあ、250以上出しとったら自然と能力フル活用かなっていう感じかね。お、相手は金色だな、サウザーの。なんと鳳凰拳奥義天正十字砲か。うん、でこの前手に入れたあのこのこれ使おう、テクニカルゲージが無条件でアップするからねこれ。うん、まあ、おまけでザイヤーサウザンドライバーにセットしたらライジングパワー2っていう、おまけにテクニアップやったら別にいいんじゃないって感じやけどね。よし、さあもう動きがねほぼ一緒やね、ブレイズとセイバー。しょうがない、さあどんな感じ。あ、激烈か。あ、激烈、え、早速なんか補正かかってんのかな。でも50、まあ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 いいいい、250超えたから。よし、あなたの攻撃です。いいですね、ダブルアタック。でも声がねないからねもう剣崎の声しか聞こえんけ、ウェイウェイ、それしか聞こえんけ。しょうがない、もうオンブルを聞き放題やね。まあ、そんな言わん、喋らんけどね、そんな。ガンマレイジング自体がね。このシーン結構好きなのね、今更ながら。よし、テクギョもアップアップやから。よし、あれなんで？ちょ、もう年寄りになってきとるわ。ウェイ！まあいいよ、ウェイって聞こえたから。ずっとエレメンツが流れとるのがいいね。まあ誰、うん、どうしようかな。どうしようかな。どうせね、2枚とも使い回しなんやろうけど、まあしょうがないよ。ね、ハイドロカット。うん、やっぱ使い回しだったね。ハイドロって聞くと、俺は大空魔竜ガイキングのハイドロブレイザーか、モータルコンバットのハイドロしか思い浮かばん。みんなハイドロポンプとかハイドロカノンって感じなんやろうけど、他にもなんかハイドロで思いつくキャラクターとかなんか技があったりとかしたら教えてくれ。よし、同じなんや動きが。マジでしょうがない。さあ次は何が来るかな。一応あれなんやね、激烈アイコンのアイコン、あ、激烈やったわ。アイコンあれなんやね、セイバー専用のになってんだね。なんかいいの、俺補正働いてんじゃねえの。もしかして勝率が悪いからかな、ネタデッキばっかりやって。実はね今回ね、あの迷ったんよ、どのカード使おうかと思って。まあ、とりあえず、とあるカードはね3枚積みできるんよ、同盟キャラでも。それをちょっとね全国対戦でやっていきたいなと思って。よし、まあ、一応ちょっとまあ最後まで手は抜かずに本気を出していって。青だったか、それが危ない。赤と緑を押すとこやった、めっちゃ遅い。いつもやったら 0.3 とかなのに。よし、じゃあ、とりあえず、あの、ブレイズは、また後々ね、ブレイブと、このブレイドとね、タッグ組むっていう宣言をしたんで、まあ、最初に言った通りね、セイバーのバースト必殺技だから見とこう。あ、明らかにあれやね、セイバーのあの、左半身、01に見えるんやけどね、俺は。なんかね、気のせい。いいと思うけど。あ、使い回しだったか。しょうがない。まあ、これはしょうがないよね。使い回しだった。まあ、でも、次からはその放送1ヶ月遅れで、
その診断が出てくるってことだから、もしかしたら劇中の必殺技を搭載してくれる可能性はあるよね。まあ最近同時にこう稼働始まってもね、ライジングインパクトでもそうだけど、ほぼ劇中の必殺技を搭載してたからね、ジオあたりからね、乗っかっちゃったよ。あ、すいません、本当にすいません、仮面ライダーは遊びじゃないです、本当に今回のスコア、すいません、ね、もう剣崎さんの言うことはもうなんか全部心に響いてくる。やっぱり本編見た後やったらね、うん、あー、Mサプライザーのレベル上がっても多分次からはもう使い物にならんからあんまりねって感じじゃないけどね、まあ、しょうがない。まあこういうベルトシステムを引き継ぐんやったら、こう01系統のキャラ使っとる時だけとかさ、そういう風にしたらいいんじゃないかなと。02がね、ちょっとシステム的に武器チェンジできんかったりとかするから、しょうがない。称号を手に入れたぞ。あ、なんか経験値上がりまくるな。なんか2つもゲットしたぞ。え、やっと50、え、50以上バトルか。え、やっと50なの？俺全然やってねえわ、じゃったら。まあしょうがない、コロナの影響でゲーセン空いてなかったし、そんなにお金もないし、次いつアップ動画撮れるか分からんし、しょうがないよ。何回勝ったんやろ。勝率悪いからおそらく何歩ぐらいかな、25回ぐらいしか勝ってないんじゃない。あ、昭和ライダー、昭和ライダーか。ちょっとこれは魅力的だが、ちょっと剣持ってる関係上、ちょっと昭和ライダーは見送ろう。しょうがない、すでに、あ、違う、追加、最近すでにしたんや。あ、あとでガンバライジング部で変えとこう、ね、全然やってねえ。さーて何が出るかな。あ、銀色か。また遊んでくれよな。欲しいけどな、そんなに貢いでないからしょうがない。よし、じゃあというわけで、今回使ったカードはセイバーとブレイズでした。まあ、次回はその3枚積みできる唯一のライダーか、同じ名前なんだ、唯一じゃねえわ、3枚積みできるライダーか、このブレイブとブレイドとブレイズのどれかっていう感じだね。うん。